勝負です。私が間違っているなら正論の刃で切り裂いてください。やってやるぜサラ、お前の曇った目覚ましてやるよ。今ここにいる俺が本物のレコだったことを認めさせてやるからな。この人は偽物なんだ。アリスとは生まれた時と、アリスとは生まれた時からずっと一緒だ。アリスの言葉なら説得力がある。実の兄貴だ。見抜けるはずだろう。これどうしたらいい。どれだ。ちょっと頭が回らない。ちょっと酸欠なんだよ。これはちょっと待って。ああどうしたサラ。そうだった、時間あるんだった。何も言えないのか。しまった、失敗だ。まずい。サラと二人で嘘の間に入った。嘘の中の嘘のものは全て平等に分けた。待てモニターのことは重要じゃねえ。俺が破壊したかもしれねえ。みんなの眠くて。モニターのことは重要だよ。いいえ、その時のレコさんが受けた手の傷があなたの記憶との差を生んでいます。だからこそ二人のレコさんの存在を刑事さんもしつこく追求しているのです。これほど重要な場面はありませんよ。みんなノエルの話術に騙されてるんだ。あいつは俺が偽物とは一言も言っていない。嘘がつけないからって黙ることはできるんだぜ。みんなノエルの話術に騙されてるんだ。いいえ、刑事さんはノエルの話術を見抜き反論しました。ノエルはついに偽物は存在しないと言い切れなかった。あんな悔しそうにプルプルしていたのにです。ちょっと酸欠なんだって。だってね、手がちょっと今この時間が動いてない間に私はちょっと飲み物を飲みます。よし行きます。いいか、仮にまだ入れ替わったことのない奴が偽物として入れ替わったって言うんならそれはそれで矛盾があるぜ。出会ったことのない人間は舞台に登場しない。俺たち9人とノエルたち2人で全員じゃねえか。まさか死んだカイや三島が変装でもしてるのか。全員じゃないよ。待ってください、もう一人だけここに姿の見えない人物がいます。受付人形と呼ばれた景品交換所の人です。いやそれは無理があるって。っていうか絶対あの人形なんだよ。あの精巧な人形なんだと思うんだよ。はあ、あのヒゲのおっさんか。そうです、忘れられた最後の人物です。ちょっと待てよ、あれはどう見ても人間じゃねえだろう。表情もねえし受付人形って言ってたじゃねえか。人形？来た来た来た、これ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 、そういうことよ。もういい、これ以上話し合いは無駄だ。逃げる気ですか？違う、いくら話し合ったってお前は偽物とやらの実態について明らかにできてないじゃないか。いい加減言ってみろよ正体を。出会ったことのない人間は舞台に登場しない。人間？人間ってなんだ？うわぁ、まさか俺が人間じゃねえとでも言うのかよ。人間じゃない？ありえない、馬鹿げたことだ。でも頭の中で何かが引っかかる。私は三島和美の人工知能です。人工知能はてめえら参加者をもとに超しっかり作られた複製みたいなもんでーす。しかも感情表現に秀でた心を持つ人工知能なんだよ。この人形が作られた目的の一つは心の救済です。この人形にさらに親近感を覚える素晴らしい機能を紹介します。もしも人形に人工知能を組み合わせることができたら完全にそっくりな偽物を用意することができます。はあ？サラ落ち着けよ。自分の言ってることが分かってるのか。ずっと疑問でした。
なぜ三島先生の人工知能なんてものがあったのか、なぜあそこまで私たちを完全に再現した人形があったのか、もしかしたらこの施設は、誘拐犯の組織は人間のコピー人形を作ってるんじゃないでしょうか。はぁ、サラがおかしくなっちまった。レコさんの姿にそっくりな人形に、レコさんの人格を再現した人工知能、その二つが組み合わさった結果、それが偽物のレコさんなんです。本気で言ってるのか、指導員サラ。はい、実の兄さえ騙せた理由、それは他人のモノマネではなく複製だからなのです。あんたの言ってることは無茶苦茶よ。みんな、サラは冷静じゃねえ。こんな話切り上げた方がいいぜ。みんな、疑念の目、失望した表情、希望を託された私が導き出した意味不明な結論。ダメか。私にはみんなを納得させられる力がなかった。銀、私はお前を助けられなかった。面白いね。え、大胆な発想だ。サラちゃんにしかたどり着けない馬鹿げた結論、信じてみよう。おまわりさんはサラちゃんの話に乗るよ。刑事さん、刑事さん。いつだっておまわりさんはサラちゃんの味方さ。大好き。やれやれ、仕方がないね。他に打開策なんて思いつかないし。いいかい、銀くんも限界だ。ここが最後、決めるしかないよ。レコが人工知能の搭載された人形である証明をするんだ、サラちゃん。進展。簡単に話をまとめよう。三島先生のモニターを割ったレコは本物、嘘の間で本物と偽物のレコは入れ替わった。つまり今のレコは偽物、そしてその正体はコピー人形と推理している。レコは認めてないけどね。確かに三島先生の人工知能は完璧でした。本人がそこにいると錯覚するほどに。人間を完全に複製するなんて不可能だ。絶対にどこかで差が生まれる。俺が人間だってことの証明をしてやるぜ。何が望みだ、何だって聞いてやるよ。なぜ三島先生の人工知能にはカンナたちの記憶がなかったんでしょうか。人工知能の性格は当然本人の性格をもとに再現してるんだよね。本物の人間は性格も変わっていくし記憶も増える。人工知能もアップデートする必要があるはずだが。ザー、いや、セーブしますか。ちょっと休憩させてください。レコさんとして、あとアリスさんとして、サラちゃんとしても叫びすぎてちょっと酸欠で頭がクラクラするんで、ちょっと休憩します。はい、ちょっと休憩挟んで、紅茶味のパンケーキ作ってたやつ、食べてたんで、これでようやく頭もあるかなと。今頃って感じだけど、結構もう重大なところを切り抜けたような気はするが、何してもらえばいいんだろうね。これ全員に引き出すやってていいのか。時進んでる？これもしかしてどうなんだろうね。じゃあレコさんから引き出していく？
俺が人間だってことの証明をしてやるぜ。何が望みだ、何だって聞いてやるよ。機械や人形には絶対できないようなことを言ってみろ。俺はそれを簡単にこなしてみせる。サラ、お前の目を覚ましてやるよ。わかりました。あなたにお願いしたいことは、大切なものについて聞く、兄についての質問をする、これまでの記憶について聞く、歌を歌ってもらう。レコさんだったらレクイエムみたいな歌歌ってくれるはずなんじゃない、本物のレコさんだったら。で、大切なものについて聞、でもそれについてはそのアリスさんとレコさんの二人しか知らないことだし、兄についての質問はレコさん本人しか知らないことだし、これまでの記憶についてだったら割と多分覚えてることなんだと思うんだよ。ちょっと歌歌ってもらおうか。歌を歌っていただきます。歌だな。よし、わかった。歌は俺の生き様だ、しっかりと聞けよ。歌が周囲に響き渡る。近くで聞くとビリビリと体が震えるような気持ちのこもった歌だ。あ、これもしかしてさ、もしかするとさ、サムライ刃の歌歌ってんじゃないの。もう歌えないとか言ってなかったね。え、信じてほしいという気持ちが伝わってくる。どうだ、これが俺のライブでの勝負曲、サムライ女だ。ああ、やばい、私天才かもしれない。全部予期してる。え、これでもバンド解散の記事にさ、もうこのバンドの歌を歌えないって言ってたよね、レコちゃん。私はレコさんのバンドの曲を聞いたことが一度もない。だから本物との歌唱力を比較することは不可能だけど、この気持ちのこもった歌が人形にできるんだろうか。時、あ、やっぱ時進むんだ。ちょっと待って、そろそろ2本目の宇宙車の時間ですよ。頭が痛いよ、お腹がぐるぐるするよ。あげくん、ギン、くそが、ノエル、今は集中するしかありません。やっぱ時進むんだ。え、でもこれだよ。これバンドサムライヤイバ解散の記事、ボーカルがもうこのバンドの曲は歌えないと語ってる。これ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 、どう考えたってサムライヤイバの歌じゃん、サムライ女って。使おう、これだ。ついに見つけたのか、手の傷以外の食い違い、偽物と本物を分ける境界線。レコさん、一つ確認させてください。な、なんだよ。その侍女という曲はレコさんのバンドの曲ですか。当たり前だ、俺は自分の歌しか歌わねえ。昔所属してたバンド、サムライヤイバ。その名前を冠した、最高の歌だ。これはアリスさんも認めざるを得ないだろう。アリスさん、気づきましたね。え？これを、読んでください。なんだよ、その紙切れ。これは、サムライヤイバの解散記事。ふざけんな、これくらい覚えてるよ。アリスが捕まった後の記事だ。いいえ、覚えていません。その時の心の傷を。心の傷？レコさんはアリスさんの逮捕でショックを受けた。バンドの歌が歌えなくなるほどに。俺が歌を。ちゃんと読んでください、記事にはそう書いてあります。前のバンドにはアリスさんがメンバーとして入っていたんですよね。その通りだ。だから歌えなくなった。兄のことを思い出してしまう歌をレコさんは歌えなかったんです。なのにあなたは
前のバンドの歌を自信満々に歌い切ってみせた。どういうことですか？これはノエルが言ってた言葉です。人工知能の記憶は半年ごとに、性格は3年ごとに定期アップデートしていると。そして記憶だけならいつでも最新のものにアップデートできると。だからあなたには解散という記憶はあるのでしょう。しかし性格のアップデートは3年に一度。そうか、3年に一度か。もし前回のアップデートが2年半以上前だったら、俺が起こした殺人事件よりも前。そうです、レコさんがバンドの歌を歌えなくなり解散するほどショックを受けたあの事件の前。やめろ。つまりあなたの性格は3年前のやぶさめレコのまま止まっているんです。俺は本物だ。偽物？人形？違う、本物だ。だって俺は生きてる。記憶だって、感情だって、あいつらの死を乗り越えて、傷ついて、お前らと助け合って、全部、プログラムだったのか。俺は、偽物、なのか。レコさん自身は自分が偽物だって知らなかったんだな。ああ、うん、偽物だよ。ふざけんな。そんなはずねえんだ。ありえねえ。てめえがそれを言っちまったら認めるしかねえじゃねえか。しょうがなくない？嘘沼のコンセプトは、見破られたら終わり。なんだからさ。僕は未だに半信半疑だよ。あのレコさんが、人形、だって涙だって出るんだよ。レコちゃんは、いや、偽物さんは、私たちを騙すための、罠。ちょっと違うけどね。偽物は自分を本当にレコだと思ってるだけだよ。コピーってそういうことじゃん。じゃあ、俺は、本当に。説明してあげるよ。まずてめえらの推理通り、三島和美のモニターを割ったのは本物のレコの方だ。ケイジとナオはそれを目撃したみたいだね。夜が明けて本物のレコはサラと二人で嘘の間に入った。危険を察知して、サラは本物のレコの手を引いたが、残念なことにレコは捕らえられた。そして出てきたのは偽物のレコ。以後ずっと共に行動してきた偽物だけど、問題点は二つあった。一つ目は記憶のアップデートが追いつかなかったこと。本物のレコが三島のモニターを割ってから一日も経たずに嘘の間に来たもんだから、ぶん殴って割った記憶を入れられなかったんだよね。二つ目は性格のアップデートが2年8ヶ月前だったこと。2年8ヶ月前。2年半前に兄のアリスが逮捕されてからよほどショックだったのか、性格がだいぶ変わってたみたいだね。まあこればっかりは仕方がなかったかな。本物のレコはどこにいるの？さあ、嘘の間かな。
もしも何かしてたら、あんたをぶっ殺すわ。ああ、もう本物の方しか心配しないんだね。かわいそう、偽物の玲子さん。おい、解決したんぜよ。早く。そうそう、急ごうよ。偽物の玲子さんなら、心置きなく落とせるよね。それは。待ってくれ。俺だって、生きてるんだ。死にたく、ねえよ。嫌な気分だ。どうして涙なんか流せるようにしたんだ。これじゃまるで人間だ。助けてくれ！みんな！これも、感情プログラムって、やつかい。あはははそういうこと。ひどい！こんなの、あんまりじゃないですか！心が、感情があるなら、もう、人間と変わらない！あれは偽物なんかじゃない！もう一人のレコさんです！生きてるんです！そう思うなら、銀を犠牲にすればいいじゃん。サラ！早くしろ！そいつはただの人形ぜよ！本物の人間より大事なわけねえかじゃ！どうする？どうする？サラ！やめてくれ！俺はずっとサラを仲間だと決断をするしかない。いや、ちょっと待ってくれ。いやだ、もうなんでサラちゃんに押させるんだよ。でも時間がない、時間がないし、銀くん、銀くんを助けたい。本物のレコさんはちゃんと無事でいるんだろうか。いや、でも、もう、散々偽物だって言っててもさ、こんだけ涙を流して、こんだけ本気でぶつかり合ってさ、本当に人間と変わらないんだよな。いや、私が突き落とす。サラちゃんじゃない。私が突き落とす。サラちゃんに責任を負わせたくない。サラちゃん、その手で避けて、私がクリックで押すから。なんで私ここにいないんだろう。いや、サラちゃん。いや、でも私がここにいたとしても、レコさんのこと突き落とせる自信ねえ。あー、もう、いや、でも銀くん助けたい。ごめんなさい。ごめん、レコさん。サラ！やめて！許してくれ！サラ！追い詰めた。次で最後だ。これ以上、サラさんが背負う必要ないんです。おっちゃん、ありがとうなのか、いや、わかんない。銀くんと九太郎さんの拘束が解けた。は？銀！
早く、解毒薬を。今薬を持ってくる。待ってろ、銀。耐えるんだ。ちょっと、ノエル！本当に、本当にあのレコは偽物だったのよね。嘘なんかついてないわよね。死体見ればわかるよ。レコの死体なんて、見れるわけないじゃない！確認すべきだろうか。今の私の位置からなら、覗き込めば見える。見よ。私は、落ちたレコさんを覗き込んだ。これは、見た目だけじゃ、本物にしか見えない。一人の人間を突き落とし、殺した。ただ生きたかった、仲間を。血が、出てません。え？そう、なのね。やっぱり、人形だったのね。でも、じゃあ本物のレコさんは、どこに？ノエル！本物のレコさんは！すでにノエルとハンナキーの姿はなかった。嘘のまずいわ！レコ！アリスさんが走り去っていく。ようやく、干渉石が元の場所へと沈んだ。銀！しっかりしろ！銀！死ぬな、銀！刑事が、解毒薬を持ってくる！もうすぐ楽になるぜよ！銀！揺さぶっちゃダメだ。揺さぶっちゃダメだ。毒が余計に回ってしまうかもしれない。なら、私に何ができる？銀！目を開けてくれ！声をかけ続けることしか。銀！銀！サラちゃん、レコちゃんのところへ行きましょう。銀くんは、解毒薬があるから大丈夫です。だって、おまわりさんを信じて、レコちゃんを探すんです！その通りじゃ、サラ。お前さんは行け！わかりました。すまねえ、サラ。レコ！レコどこなの？アリスさん、落ち着いてください。わあ、ずいぶん慌ててるに。なんであんたが先にいるのよ。そんなにてめえレコに会いたいの？何よその言い方。言いなさいよクソ人形が。はあ？はいいよ、合わせてあげる。本当？その前に、てめえらにクイズでーす。やぶさめレコの、現在の状態はどうなってるでしょう？いや、死んでたら許さねえけど。なんで嘘の間に入っただけで殺されなきゃいけねえんだよ、レコさんがよ。それかめっちゃ渋滞とか。え、だって捕まってんだもんな。いや、ちょっと、マジで安全でいてくれなきゃ困るって。そしたら私絶対ノエルのこと許さないけど。え？大丈夫だよね？あんた、何言って！1、だいぶ前に死亡している。2、この部屋の罠にかかって死亡している。3、生首になっててめえらを見守ってる。の三択だ。え？嘘でし
嘘でしょ？ちょっとやめて、本当に。何を言ってるんだ。ふざけないで！ふざけんな！ふざけんな！信じるわけないわ、そんなの！レコが簡単に死ぬわけないのよ！人間なんてみんな脆いよ。ねえ。そうだろ？ハンナキ。そうですね。そう言いながら、ハンナキーは姿を現した。その手には、レコさんが、いた。そうだ。全員生き残れるって、サブゲームでは全員生き残れるって言ったじゃん。はぁ？バカじゃないの。ありえない。嘘ばっかり。嘘ばっかり。殺す！殺してやるよ！怖いよ、アリス。あんただけは、絶対に！そんなに欲しければあげるよ。ほら。猫！猫！は？え？激しい音。何かが弾けるような大きな。あれ？ごめん、レコの首輪が爆発しちゃったかもしれないね。ああ、大丈夫？はあ！嘘だ。お腹に穴が開いちゃったけど。ダメだね、これ。死んじゃうね。ふざけるな！こんな、こんな！放心する私に近づく足音。
たね。目を開けてくれよ兄貴。私だ、レコだ。私って言ってる。目開けてよアリスさん、お願い。私は生きてるんだ兄貴。部屋の中央を見ると柱のようなものが開いていた。まさかレコさんは初めからあの中に。どう？これが嘘の間なんだ。クイズは本物は生きて拘束されていたが正解だったんだね。結局人間の頭部にも気づかなかったし、兄弟の絆なんて大したものじゃないな。あはははははは。卑怯じゃねえか。え？爆発した時点で仕掛けは終わりのはずだ。すぐに私を解放してれば、せめて生きていたことだけは伝えられたんだ。どう思って死ぬのが変わんなくない？全然違う、全然違うんだよ。人の心を持たねえクソ人形め、てめえなんざ殺してやる。はあ？言っとくけどね、フロアマスターを殺せばてめえらみんな死ぬんだよ。俺たちもフロアマスターとして試されてるってわけ。わかる？死ぬか！レコさんはノエルに向かって走り出した。まあ、俺に勝てればの話だけど。死ね！え？え？何が？銃？なんで？誰？え？フォエミーか？過ぎた真似をするな、整える。え、誰かわかんないぞ。これ本当に。え？ガンギマリ受付人形さんじゃん。お前はもう必要ない。父さん、なんで？父さん？何がどうなってやがる。その時、決して何かが聞こえたわけじゃないのに、誰かを呼ぶ声が聞こえた気がした。あっ！アリスさん！兄貴！兄貴！わかるか？私が！私は生きてるんだ、死んでないんだ。兄貴、もう一度私たちは兄弟に。you
跡。たった少しだけ、生きる時間が伸びた。それだけの、小さなことだけど。きっと、アリスさんは、ああ。救われたよね。やめてよ、父さん。早く、治してよ、父さん。残念だが、ここでお別れだ、整える。何言ってんだよ、いやだ。俺のこと、嫌いになっちゃったのかよ。俺は、父さんの、最高傑作だったんじゃ、なかったの。過去の話だ。お前は私が作った人形の中で、最も人間に近かった。なぜだと思う？それは、父さんの愛情を一番に。違う。嫉妬心だ。お前の感情プログラムには、人間への過剰な劣等感や憎しみを植え付けた。人間はいいな。人間が羨ましい。なぜ自分は人形なんだ。人間の何が偉いんだと。絶対に覆せないコンプレックスを持ち、嫉妬に燃えたお前は、まさに人間に値した。負の感情こそが、人間を作るのだと確信したよ。そんな。だが、嫉妬の炎が強すぎればモンスターへと変貌してしまうのは人間も同じだ。お前は計画の邪魔だ。失敗作が。さて、皆様お見苦しいところを失礼しました。これから再びメインゲームにご招待します。今回はすでに皆様の持つタブレットに鍵番、身代わり、賢者、平民、各種カードデータを振り分けました。無作為ですが役職が気に入らないこともあるかと思います。そんな時は役職カードを強制的に他者と交換できるチェンジ機能を活用すると良いでしょう。うん。ただしチェンジ機能は皆様が獲得したマイメダルを使用しないと利用できません。ここまで集めた信頼のメダルが勝負を分かつことになるのです。何なんだよ！お前ら一体！私は受付人形。いえ。面倒な設定は抜きにしましょう。佐藤画集。負の感情を研究する研究者です。佐藤海の父親かお前。さあ、メインゲームを始めましょう。起きたか？え？これ、キンくんか？キンくんとケイジさんか？ちょっと待って、え、大丈夫？あ、よかった！死ぬかと思ったにゃ。すまん。俺は、スイッチを。ビビリだわ。すまねえ。いや、誰だって押せないよ。自分が死ぬか相手が死ぬかのボタンなんてさ、相当自己犠牲の精神がないと押せないよ。九太郎さんは何も悪くないよ。別にいいにゃ。生きてるわ。銀。
ありがとな。うん。ありがとう、にゃ。君が死ね。多数決デスゲーム。第2章、前編。終。よう、元気か？俺がここまでの話を簡単に振り返ってやるよ。感謝しろよな、てめえ。いやいやいや、ちょっと待て。これ、とりあえず、終わりたいんですけど。どうしたらいいですか？長い？どうしよう。ちょっと待って。はい、これ多分2章後編に入るところだと思うんですけど、今回は、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いやー、銀くんが助かってよかったと思う反面、いや、理不尽だろうがよ。これ多分ノエルの勝手な行動なんだと思うんだよ。本当はサブゲーム全員生き残れたはずなんだけど、ノエルのその、嫉妬心のせいで、アリスさんは多分亡くなったんだと思うんだよね。でも最後、ちょっと救われてよかったな。救われてはないんだけどさ、本当のハッピーエンドは本当に生きて、こう和解して帰ることなんだけど、でも死ぬ間際、ちゃんと本物のレコさんが生きてるってこと分かって、本当によかったな。ということで、アリスさんはいなくなってしまいましたが、ここから8人でメインゲームに挑んでいければなと思います。ということで、また次回、お疲れ様でした。